DJ アレフに聞けということで DJ アレフです。 DJ アレフ君の優秀弟子のシーラです。バカです。さて、悠久幻想曲についての質問に答えるこのコーナー、第1回は、クリスの謎についてだ。僕でそうなんですね。世間でね、実はお前がね、女の子じゃないかっていう噂がね、広まってんの知ってた？そこでね、今日はね、それを確かめる。え？確かめる？うん、確かめる。え？当然、脱がす、見る、触る、揉む。それはやー！僕そんな話聞いてないもん。何言ってんだよ、お前逃げんなよ、お前から。おとなしく黙りなさい。予告 B。 メロディちゃんを追ってアレフ君とクリス君は湖のほとりの教会へやってきました。とその時、うにゅー、よくもメロディの後をつけましたね。こうなったら二人とも恐怖と戦慄の世界に行ってもらうにゅにゅー。次回悠久幻想曲第2話、恐怖チェ、やっぱり男だ。え、今のチェってあれ、服なんか嫌いだ。あーで、納得いかん、毎回にあったじゃん。DJ アレフに聞けパート2。どんどんどんパフパフパフ、ということで DJ アレフです。DJ アレフ君の優秀弟子のシーラです。トンチキです。はい、悠久幻想曲についての質問に答えるこのコーナー、第2回のテーマは大人気のメロディーだ。何かご用ですか？メロディーちゃんの正体って本当は猫なんじゃないかっていう声が多いんだけど。それはひどい誤解です。誤ったマスコミ報道によって作られた虚像というやつです。意味わかって言ってんの？とにかくメロディは猫じゃないですよ。だそうです。皆さんわかりましたか？俺は全然わかんないな。確かめるぞ。いいか、確かめるぞ。脱がーす、はい、触る、はい、待て。それでは次回予告へ行きましょうね。次の2つの予告編を聞いて次回オンエアしてほしい方をリクエストしてください。より多くの票を集めた方が放送されます。では予告スタート。予告 A。 謎の迷宮に閉じ込められてしまった私たちに迫る足音。俺たちは勇敢というか無謀にもそいつに向かって立ち向かうんだよな。果たしてその正体は。次回悠久幻想曲第3話、迷宮からの脱出。予告 B。 謎の迷宮に閉じ込められてしまった私たちに迫る足音。とここまでは A と同じ。ただしこっちは逃げるわけだ。君子危うきに近寄らず。
こっちの方が俺はいいな。次回悠久幻想曲第3話、クリス君頑張って。ということで皆さん、どんどんリクエストくださいね。待ってます。よっしゃ、通ってこいメロディー。ふにー、メロディーはワンちゃんじゃありません。え、そこ掘んのか。そこを掘るぞ。DJ アレフに聞けパート3、ドンドン。ということで DJ アレフです。はい、 DJ アレフくんの優秀弟子シーラです。アンポンタンです。悠久幻想曲についての質問に答えるこのコーナー、はい、最終回は迷惑な魔法少女マリアだ。こらこらこら、その迷惑っていうのは何なのよ。まあ、マリアへの質問はだな、魔法少女ということはステッキを振って大人に変身したり歌手になったり夢を与えたりするんですか。だってさ。ブー、しないわよ、そんなダサいこと。だよな、マリアがやってるのは大人に変身し損なったり歌手になり損なったり夢をぶち壊したりだもんな。でバニシングノーマン。次回悠久幻想曲第4話、シーラの〇〇〇。予告 B、 魔女を倒せば呪いは解ける、それを信じて私たちは戦うしかないのです。ところが魔女には隠されていた最後の切り札が。次回悠久幻想曲第4話、部下C 参上。はい、ということでどんどんリクエストくださいね。待ってます。何が待ってますよ。もうマリア不愉快だからもう帰る。お前絶対脱がす。